開拓歯科カレッジラジオ第3回。このラジオでは一般の方に訪問歯科とは何かを分かりやすく説明するラジオとなります。歯に関しては素人の塩クラゲと歯科医師の水月あかりでお届けいたします。というわけで第3回目になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、こんな題目ですな。訪問歯科で治療できる内容って想像つくというか、まず、はい、まあ、歯の診療行ってるって言ってたじゃん、はい、だいたい、まあ、この間1回目の時にも言ってたけど、うんうん、何の治療受けてるって言ってたっけ。虫歯、はあはあ、歯石取る、おい、なんか治療がどこまでを指すのか全然よくわかんないんですけど、まあ、やられてることでいいよ。歯磨きの仕方、ああそれもそうだね、教えてもらったりする。なんか詰め物取れたら詰めてもらう。あ、そうだね。まあ、で虫歯に多分かぶってる。でもそれぐらいですかね。そうだね、うん、だいたいさ、はい、なんで歯医者さんにかかるかってなんか大きい2つの病気が歯の中であるんだけどさ、うん、まあ、そのうち1つは今出てきてたんだけど、うん、その2つの病名って何か思い浮かぶ？え、虫歯？あ、虫歯はそうだね。歯周病みたいなやつ。あ、ピンポン。その2つやった、はい大きくはその2つでいや、すごい普通に喜んじゃうクイズ大会みたいな、はい、いや、まあよく講演会でやるやつだから全然大丈夫なんだけど、一発で答えられる。なんかこういう聞き方するとみんな、うんうん、えって言われるんだよね。なんか、まあ、よくスムーズに出たなって思う。うん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 、どっちにしろ最終的に歯がなくなるんだよね。うん、だから、はい、まあ、なるべく早めに治しましょうと、うんうん、で虫歯と歯周病の違いってあまりよく分かってないんですけど、これはイメージなんですが、どうぞ。虫歯はなんか歯のところ、まあ、よくある黒いのができてますみたいなイメージで、歯周病はなんか分かんないけど歯茎かなって思ってます。ああ、まあ当たり、はい、歯自体が欠けたりとか、はい、こう溶けてきたりとか、うんうんうん、歯自体に何か起こる病気が虫歯、うんうんうん、で歯は健康なんだけど、歯の周りの組織がこう下がってきちゃったりとかっていうのが歯周病。おお、なるほど。だいたい合ってたでしょ。なあ、どっちにせよ硬化してたら両方とも歯がなくなるんだよ。まあ、そうですね。だからそれを防ぐためになるべく早く行きましょうって言って、はい、基本的にはまあそこら辺が診療としては想像がつきやすいところだね。で、まあ、あとじゃあ何があるかっていうと、はい、まあ、病状が進行していくと歯を抜いたりとか、はい、虫歯が進行してくると根っこの治療とかあるじゃん。 ありますね。で、あと根っこの治療するんだったら X 線取ったりするじゃん。あ、レントゲンとか。そう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 、確かに。そこら辺が訪問診療でできるのかっていう話なんだけど、はい、うんうんうん、X 線とかって想像つく？ X 線とかってなんか歯医者さんでそういうの取るときってなんかそういう部屋に閉じ込められてって言い方悪いですけど閉じ込められるよ閉じ込められてなんか重たいのかけられてそうだねこれ噛んでてくださいみたいなのを渡されて、ね、でなんかバタンって閉じ込められてなんかじゃあ取りますねって言われるような印象なんですけど、あれなんで閉じ込められてるかわかる？あの放射線的な。そう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 、うん、え、あの重いの何かわかる？あのこの辺に、そうそうそう、ラジオなのに全然伝わらない表現をしてしまいましたあの胸の辺とか、そう、はい、重いやつ、はい、あのね、ベスト、重いねベストみたいなのねかけられるんですけど、なんかこう体の部分を守るためにかけてんだっていうのは思うんですけど、で重たいなっていつも思ってるあれ鉛ね、そう、鉛なんですけど、なんで重いんですよね。で閉じ込められてる部屋、あの鉛でね覆われてるからで閉じ込められてるのね、うんうんうん、そうそうそう、まあ、ああいうのが基準であるんだけど、まあ、はい、ちなみに訪問でも X 線は取れるんだわ。へえ。で、まあ、そうだから防護、あれ防護服って言うんだけど、はい、着るやつ、うん、まあ持っていてかけるところもあるしっていうところかな、うん、で現像に関しては、うん、あの最近デジタルって言って、はい、機械で撮ってパソコンでっていうところが多いんだけど、さすがにそれは訪問先でできないから、あ、昔ながらの現像液スタイル、へえ、アンプしてピシッ、まあワンプッシュなのかそこはいいによって違うだろうけど、とりあえず現像する液あそこに入れて1分間ぐらい揉んで、でパ
カッて開けて水で水洗すると見えるみたいな。へえ、じゃあ、X 線を撮るときに訪問歯科なんでお家に行くじゃないですか、うん、防護服さえ着てれば OK みたいな感じなんですか。防護服ないところもあるけどね、着れない場合もあるじゃん。ああ、まあ確かに。もうそれは諦めるけどね。で、まああればできるし、まあ、最悪なくても取れる場合は取れる。で、どちらかというと持ち運びの箱が問題かな。あの X 線が漏れないように鉛の箱でとかっていう、そこの基準があるから。そうそうそう。保管場所がやっぱり決まってるから、そこだけ気をつければ外でも取れる。で、あとはうちに関しては外では現像はしてないんだな。一回持ってってたんだけど現像液。まあね、訪問先っていうか車の中で漏れるっていう事件が発生して、であれ別に最初透明なんだけど、だんだん日光にとか浴びると黒くなってきて、で患者さん家の洗面所とかあるじゃん、あれがね、黒くなるんだよね。あ、申し訳なくて。確かに。そう、だから現像、結果的に取るんだけど現像持って帰ってきてやってるからっていう感じ。あ、そうなんですね。じゃあまあ、あのなんですか、こう閉じ込められる部屋じゃなくても大丈夫ってことですね。そうだね、それはそう、うんうん、まあ、ないしね、家に行ったところでないですね。無理だからね。なんかあのなんて言うんでしょうか、こうあの組み立て式のああるよなんかやつかなっていうイメージでした。でも組み立て式のやつあるんだけど、それを委員の部屋の中に、その工事で作るの大変じゃん、うん、その委員の中に設置する組み立て式のやつあるけど、あのただあれだよ、2メートルとかそんぐらいあるから、あ、持ってくのもそうですよね。あ、無理かな。なんで逆にそのイメージ的にはその訪問歯科でそのエクセン取るってなったら、なんか首のとこだけにはまるような箱みたいなのあるかなって思っちゃったんですけど、はい、撮影のやつだけ、うん、カメラのなんかビームが長くついてるみたいな感じで、はい、あの長いやつの、そう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 、はい、それでもうあの日本製もあるし海外製もあるし、結構いっぱい出てる、じゃあまあいわゆる一眼レフのあのなんか大きいカメラみたいなやつ、そうだね、イメージ的には、うん、あでそれを持ってって撮る的な、そう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 、なんか不思議ですね、なんかハイチーズみたいな感じ、あでも本当そんな感じ。実際にね、指の骨折とか取るよりも歯の X 線取る方が X 線濃度高いからね。へえ、あ、そうなんですね。そう、だって骨の中に歯を割ってんだもん。確かに。あとはじゃあ神経の治療をしたりとかっていうのは別に、ね、あ、そうですね、虫歯が深けや削って中の神経取ったりとか、うん、あとは歯抜いたりね。あ、そうですね、うん、私は正直ね、この治療するよりも歯抜く方の方が多いかな。うん、あとは入れ歯とか、はいはいはい、入れ歯の件数がやっぱり段違いで外来よりかは多いかな。ああ、そうなんですね、うん、ああそっか、そうですね、なかなかねお外を出られない方だと入れ歯が多いってことですか、うん、うん、そう、あと全然合ってない状態で頑張って無理くり使ってる人たちが多い。ああ、いますよね、うん、そうだ、口開けたら落ちてくるのに合ってるって言って、うん、いや全然あるんだよ。あ、そうなんですね。であとそう1回目の時にご両親が歯の診療してるか知ってるってちょろっと言ったんだけど、結構家族が知らないんだよね。あ、そうなんです。そう、その状態で何が起きるかっていうと、入れ歯って一時的に治したりするの、はい、でそれがその治療の途中で脳梗塞とかで倒れちゃう、はい、いや実際にあったの、で、はい、そうすると一時的だから劣化してっちゃう、はい、その材料でも家族全員が歯の診療してるなんて知らないし、うん、で脳梗塞の後で結構その人重症になって喋れなくなっちゃってるのね。で、すごいボコボコしてるの、ボコボコしてるし、一時的な、あ、要は劣化しちゃって、あ、入れ歯自体が、そうそうそう、内側の材料がボコボコして一部剥がれてるし、うん、しかも劣化してるから一部かびてるし、うわ、その状態で口の中に入れてたから、うん、本人痛いって言えないの、でも口の中完全に傷になってて、何年か行ってないですかね、倒れたの5年前だから5年以上行ってないですみたいな、うん、とかが多いから、まあ、なるべく何の治療してるか知っておくといいかなって思うけど、まあ
所詮私も自分の両親が入れ歯なのかどうかも知らないしねっていう。難しいですねそれはまたね。あのなんか本人的にあんまりね言いたくない人みたいなのも もうあるじゃないですか。まあね、まあ、人によっては。うんうん、そうそう、まあそんなこんなで、まあ、ある程度何が言いたいかっていうと、あの外来で保険診療できる診療は基本的にはほぼほぼ訪問でできるっていうだけの話をしたかった。なるほどなるほど。でもそうですね、レントゲン取れるんだったら意外とできそうだなぐらいの感じでした個人的には。うん、そう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 、まあやろうと思ったら別にね、材料が変わるだけだから自費もできるし。ああ、ちょっとインプラントに関してはさすがにね、それは行った方がいいと思う。あの、うん、院内の方にメッキ室とかでやった方がいいから。あ、そうですね、オペみたいになりますもんね。オペだね、オペです。あ、オペみたいって言い方ですけど、オペですね。そう、切断するなど。そうそうそう、まあまあ骨に打つからね。そうですね、骨にどうみたいなっていうところかな。まあなんとなく想像ついた。そうですね、なんかもともとそのね、あかりさんを、まあ、知ってたのもあるんですけど、訪問歯科ってなんか逆にこれができないみたいなのがあると不便だろうなってイメージで、逆にレントゲンだけどうしてんだろうなって思ってたぐらいで。ああ、本当。うん、他はなんか虫歯が多分できるんだったら大体できるではっていうイメージでした。ああ、あとはうちの院は基本的に全部やるんだけど、実際にこの間あった事例だと、はい、例えば金属のあの被せ物が被ってたりとかして、はい、その下が根っこが産んじゃってる場合って金属取らなきゃいけないの、はい、でそれはやっぱりできる因とできない因があるっていうのは。うーん、それは器具的な問題なんですか。器具的な問題かな。一応まあできるんだけど、あとは一人でやるのが辛いかも、器具。なるほど。そうすると一人で回ってる先生だとちょっとごめんなさいって言われる場合もあるかな。ですね、だから聞いてもらった方がいいかな、この治療はできますかとか。あ、そうですね、確かに。あ、まあでもそこでちょっと難しいなって思うのは、この治療ができるかどうかっていうのを、その例えば患者さん、まあ、私とかだった時とかに それが必要なのかそうじゃないのかが多分わからないので、そこをどう相談していくかが難しいですね。そうだね、まあ、とりあえず見てもらうっていうのが一番清潔かな。で、最悪その先生ができないっていうんだったら、他の診療所と提携してそこだけやってもらって、また主治医の歯科の先生に戻すっていうこともできるから。そう、基本的にはもう分かんなかったら一回見てもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。とりあえず見てもらうのは確かに自分じゃ見えないですよね。そうなんだよね、意外と大丈夫そうに見えてやばい時が多くある。という感じで、はい、意外と長くなってしまったので、そうですね、今回ここで一回区切ろうかな。はい、在宅歯科カレッジでは主に Facebook にて情報発信を行っております。 Facebook にて在宅歯科カレッジと検索してください。概要欄にアドレスを貼っておきます。皆様の参加お待ちしております。また奇数月に勉強会も開催しております。こちらの勉強会は歯科医院の方を対象としています。このアドレスも概要欄に貼らせていただきます。以上、歯に関しては素人の塩クラゲと歯科医師の水月あかりでお届けいたしました。よろしければチャンネル登録お願いします。お願いします。